はい。皆さん、こんにちは。サイドフェクスタキです。次の講演者は、パベル・スミルノフさんです。では、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい。えー、皆さん、こんにちは、えー。スミルノフ・パベルと申します。えーまあ、ポリゴンピクチャーズの、えー、TD として、えー、働いております。で、まあ、あの、フーディには、まあ、結構長く使っていますが、あのー、そうですね。2000 2008年からフジニを使っていまして、まあ、その中でまあいろんなパイプライン関係のことをやっています。よろしくお願いします。ますでは、ちょっと簡単に今日の講演内容について教えていただけますか。はい。えっ、ー、と、まあ本日はですね、えー、パイロット PDG についてお話しできればと思いますが、えっ、ー、と、まああのポリゴンピクチャーズで、まあ、最近、パイロット PDG をまあ導入しようっていう。 あの動きがあるので、まあ、残念ながら今あのプロジェクトの実際の例はちょっとお見せすることはできないんですけれども、まあ、そういったパイロット PDG を使ったパイプラインのイメージについて、えー、ご説明できればなと思いますありがとうございますではよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそれではプレゼンテーションに入りたいと思います まあさっき申し上げたように、まあ、まだプロジェクトは作業中なので、で、割と、ま、早い段階になっておりますので、まあ、本日はですね、まあ、ちょっと、あの、細かい、あの、技術のところを除いて、えっ、ー、と、まあ、ビジョン全体的なコンセプトっていう、ポリゴンピクチャーズの中の、えー、ま、パイロット PDG をどう導入しているかっていうお話について、えー、できればなと思います。で、また後ほど、あの、 プロジェクトの納品とかが、えー、終わったら、まあ、あのー、技術の細かいところの、えー、プレゼンテーションも機会あればぜひやりたいと思います。よろしくお願いいたします。では、まあ、早速ですが、あのー、まあ、まずですね、そのパイロット PDG とフーディニーの違いについて少し、えー、お話しできればなと思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、まずですね、 扱うコンテクストなんですけれども、まあ基本、フーディニーにコアと FX は、あの、ドップコンテクストにあのついて、まあちょっと違いはあるんですけれども、基本も全ては扱うことができます。で、あの、フーリーにエフェクスで、あの、ドップのデジタルアセットとか組んだ場合は、それは、あの、コアで操作できないんですけれども、えっ、ー、と、まあ、計算することはできるので、まあ、 すべてっていう感じですね。で、パイロット p g に関しましては、トープスのみっていう形で,で、トープスのみだけではなく、あの、他のコンテクストのノードは、まあ、入ってる HD とかも使えないんですよ。使えなくて、で、まあ、もし、あの、なんでしょう、フーディニー的なことを、あの、こう、ソップジオメトリーメとかやりたい場合は、まあ、ここ、あの、フーディニーエンジン、 えの、ライセンスが必要となる、え、形になります。で、まあ、ライセンスに関しましては、ええー、と、まあ、同時、まあ、その、普通ですね。封印に関してはもう普通っていう感じですね。あの、もう、同時に、まあ、何台で立ち上がってるかっていう、あの、まあ、フローティングライセンスっていう形になってるんですけれども、まあ、パイロット PDG はちょっと特殊で、サイトライセンス。で、どういう意味かというと、まあ、会社さん、一社一本っていう、 形で、でもう会社さんの、えー、規模によってお値段も変わってくるので、まあ、もしご興味ありましたら、えー、ご契約の代理店までお問い合わせくださいっていう感じになります。で、えっ、ー、と、まあ対象者なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、フーディニューはもちろん、フーディニューをメインとして使うユーザーがまあ対象になっている感じになるんですけれども、まあ、あの、パイロット PD g に関しましては、えっ、ー、と、フーディニューメインツールとして使わない 使わないユーザーさんが、ええー、まあ対象になります。で、どういったユーザーかと申しますと、えっ、ー、とですね、まあスーパーバイザーさんとかですね、スーパーバイザーとかアニメーターさんとか、モデラーさんとかですね、制作進行とか、まあ TD とか、もちろんまあ会社さんによってフリーに使う、あの、フルタイムで使う、あの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、もう基本、あのフリーに使わない。 あの、は、えー、まあそういったユーザーが、えー、多いかなっていう形になってるかと思うんですけれども、で、まあ会社さんによって、えっ、ー、と、なんでしょう、もうこういった、まあ人口が多ければ多いほどメリットがあるんですけれども、で、まあ例えばですね、あの、あんまりないかと思うんですけれども、冬にしか使わない会社さんとかあれば、まあパイロット PG 使う理由はまああんまりないかもしれないですね。まあそういった感じで、えっ、ー、と、まあ、 そういった、まあ、仕様パターンを、あの、想像してみましょう。こういった、まあ、イメージですね。で、まあ、共通点ですね。えー、に関しては、まあ、まず、まあ、既存パイプラインツールの、こう、プロシージャル UI、プロシージャル窓口になるので、既存パイプラインツールを、まあ、例えば、p ジ g ノードのラッピングしてですね。 あの、PDG、まあそういうトップの UI を使って、プロシージャル的に扱うことができるっていう、えー、メリットは大きいかなと思いますし、で、まあ、あと、えー、データの調査ですね。まあそれはどういう、どういう感じかというと、まあ例えばこう、何ショットもある、えー、場合は、えっ、ー、と、まあこのノードは何ショットで使われているかとか、このプラグインは使われているか使われてないかとか、まあ手作業で確認する あのことがまあかなりまあ大変なんですけれども、PDG でそういった調査のセットアップは非常に簡単にできるという形になっています。まあ、あと様々なデータの書き出しと読み込みですね。あの、 まあどういった感じか。まあ、あのいろんなデータをあっちこっち動かすっていう、あのデータが多ければ多いほど PDG のメリットが、ええー、どん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 まあ大きくなるっていう感じですね。で、まあ、それからレンダーファームの扱いですね。レンダーファームの扱い。まあ、仕組みとして PDG は、まあ、リソースあればあるほど、もうそれを全部使い切って、あの、もうパフォーマンスできるだけ上がる、あげるうような仕組みなので、 まあ結構、まあレンダーファームの扱いも、まあ割といいメリットになるのかなっていうことです。で、まあ最後はですね、あの、ショットガンとか、あの、F、F-Track の、まあそういった、あの、プロジェクトトラッカーのソフトなんですね。記録と問い合わせを、まあプロシージャル化するっていう、まあ複数のショットに対してこういったことをやるとか、まあこういったデータ、あの、まあ登録するとか、そういう、そういったことは、まあ PGG を使ってできます。 で、もう少し部門ごとに、もう少し具体的な例についてお話ししたいかと思うんですけれども、まあ、例えばですけれども、まあ、アニメーションですね。アニメーション、まあ、弊社のアニメーションは、まあ、マヤで行っていますが、まあ、例えば、まあ、キャプチャー、モーションキャプチャーが行う場合はですね、まあ、モーションキャプチャーってデータ結構多かったりするので、で、 まあ、そのままを使うっていうか、なんか、まあ、事前に、こう、ちょっと、あの、まあ、自動的な処理を行って、で、まあ、アニメーターさんが使う作業シーンは、まあ、パイロット p ジ g を使って組むとか、そういったことと、で、またもう一つの、まあ、大きな分野になりますけれども、まあ、キャラクターエフェクトですね。まあ、事前ですね、その、まあ、アニメーターさんとかに、まあ、ベラムとか使って、ファーとかクロスの、まあ、プリセットというか、HD を、あの、組んであげる、まあ、キャラクターに組んであげれば、 まあ、アニメーターさんは、あのー、まあ、途中でシミュレーションも見たいってなった場合は、まあ、パイロット p ジ g を起動して、で、まあ、PY によってアレンビックを書き出して、シミュレーション、フリーンエンジン、フリシミュレーションを行って、プレイブラスト出力して、で、まあ、無ー備ー化して、チェック、パブリッシュを行うっていう、まあ、それはすべてワンクリックでいけるような、えことになります。えー、はい。では次、モデリング。まあ、モデリングもそうですね。あの、まあ、例えば、こう、まあ、クライアント、 さんの、会社とかですね。そういった、まあ、会社からデータをいただいた場合、データをいただいた場合、まあ、それは、まあ、社内パイプラインに載せなければならないっていう、ことで、まあ、パイロット PGG は結構役に立つかな、というふうに思います。で、まあ、例えば、まあ、様々なデータ変換とか、まあ、自動パブリッシュとか、まあ、ショットガン、 のアップデートとかまだ存在しなかったアセットを登録するとかそういったことは、まあパイロット p g g を使って、まあ自動的に行うことが可能になります。で、あのー、まあそれから、まあ例えば作業に入った場合は、その作業途中とか作,作業終わってから、あの、まあ、え、フーディのそういうポリゴンリダクションとか UV 展開とかのツールを使って、まあ自動の LOD、 あの、作ったりするとか、マテリアル変換するとか、で、まあ、チェック、パブリッシュを行うことは、パイロット PGG を使ってできます。でですね、まあ、あの、ショット、えー、ライティングとルックデベロップメントなんですけれども、あの、まあ、弊社は、あの、まあ、一つのこうショットチームがやっていますが、えー、まあ、ルックデブとライティングですね、あのー、 様々なことをまたできます。あの、まあ、ショットもあればあるほど、あの、一つのショット、キーショットとかセットアップした場合は、あの、同じことは、まあ、他のショットでこう、繰り返す、繰り返す作業は、ま、PDG にやってもらおうとかですね。あと、まあ、こういった様々なこうデータ変換とか、プロシージャルの新ビルドとか、まあ、ここから、ま、FX 部門に渡すとか。で、また、あの、ニュークも、あの、他の、ま、ソフトも扱うことができるので、割とこう、自動化、あの、プロシージャル、 的に、ま、梱包を起動したりして、ムービー化したりして、あの、チェックパブリッシュとかで、まあ、全部レンダーファームに投げるっていうことは、まあ、あの、結構、ええー、まあ、時間の節約になるのではないかなというふうに思います。で、まあ、今までですね、こうちょっと、あの、ま、イメージとして、こういったことはできそうだなっていう、あの、ことについて、 お話しさせていただきましたけれども、まあ、具体的にですね、ポリゴンピクチャーズは、その、明るい将来、どうやって目指してるかっていうことについてご紹介したいと思います。で、まず、まあ、導入のキーポイントいくつかありまして、えっ、ー、と、まあ、まあ、4つありますね。まあ、まず、えっと、まあ、ノードっていうか、PDG の PD、すごい大事なことは、まあ、 既存のパイプラインのメタデータですね。メタデータを読み込まない、読み込める、あの、ノードとか、まあ、必要になります。で、次は、あの、PDG で、まあ、扱うソフトですね。環境変数、ソフトごとに、あの、環境変数が違うので、環境変数の管理は、あの、非常に、まあ、大事なことになってくるので、まあ、それについて、また、え、後ほどご解説、え、しますが、で、まあ、えっと、コマンドチェーン、 と一緒に使う HDA とか、まあ、ここは様々な便利ノードとかですね。こう、どういうアプローチでその HDA を作るかとか。で、まあ、あの、それと別で、まあ、既存のパイプラインのサンダロンツールとかあった場合は、まあ、それのラッパーノードを作ることも、えー、可能な感じになるんじゃないかなと思います。ではですね、まず、えー、一つ一つについて。 え、ご解説したいと思うんですけれども、まあ、まずメタデータの読み込みについてお話しできればと思います。で、まあ、現状ですね、まあ、トップス行きますと、まあ、PPI のパイプラインのですね、様々な、えー、そういったパイプラインのメタデータを読み込むノードがあります。で、ま、すべてはプロジェクトから始まるなんですけれども、 えっと、まあ、ゲットプロジェクトインファというノードがあります。で、そのノードを、まあ、作ってクックすると、まあ、この一つのワークアイテムは、これ、プロジェクトのワークアイテムになります。で、そのワークアイテムのですね、あの、こう、アトリビュートを見ますと、まあ、もうプロジェクトのことを、あの、いろんな、ま、ことがわかるようになります。で、まず、プロジェクトの名前ですね。まあ、これは作業中なので名前出せないんですけれども、 えっと、まあ、こういったプロジェクトの名前はアトリビュートとしてあって、プロジェクトのフォルダとか、プロジェクトのフル、えー、フォルダとかですね。あと、まあ、基本設定とか、まあ、解像度だとか、あの、FPS だとか、そういったことは、えー、もうプロジェクト、ノードを作った時点では分かることができます。で、まあ、もちろんプロジェクトがあれば、まあ、えっ、ー、と、ショー値とか、えー、アセツとか、 え、まあ、引っ張って、まあ何かやりたいっていう感じで。で、まあ、それは、まあ、ゲットショットとゲットアセツっていう二つのノードが、まあ、兄弟ノードなんですけれども、あります。で、まあですね、ゲットショットを作った場合は、これをクックすると、まあ、261ショット。これ、このプロジェクトのすべてのショットになります。すべてのショット。で、まあ、このワークアイテムたちは、一個一個はショットになって、で、まあ、ちょっと、え、アトリビュートを見てみましょう。まあ、まずですね、 ここから、ここから来た、あの、プロジェクトのアトリビュートを残しつつですね。残しつつ、このプロジェクトの名前とかですね、フォルダとかですね。あの、あったりしますけれども、で、ショット専用のアトリビュートも追加されます。で、どういったまあアトリビュートか、エピソードとかですね。アイテムタイプはショットになって、シーケンスとかショットとかですね。ショットのフォルダとか、ショットのパスとか。まあ、あと、その、ワークフォルダとかユーザーベースの私のこうワークフォルダですね。っていう感じです。 で、えっ、ー、と、まあ、すべての、えー、ショット、えー、に対して、何か行うっていうパターンは非常に、ま、レアかと思うんですけれども、まあ、まあ、選択しなければなりません。で、選択する、そのショットとかアセットを選択する方法は2つあります。まあ、まず、プロシジャル的なパターンマッチングセレクション。まあ、パターンマッチングっていう、ま、非常に、ま、フューリーで、 どこでもこういった、あの、すごい簡単な言語を使ってるんですけれども、まあ、こう、アステリスクを使ってこれは全てっていう意味ですね。で、キャレットは意外っていうことですね。で、まあ、こういった感じでプロシージャル的に、えー、とっと、ョットを選択することができます。まあ、どういったことかというと、まあ、例えばですけれども、すべてのエピソードの中で、シーケンス30とシーケンス40の 以外のすべてのシーケンスの中のすべてのショット。で、こ,この設定でクックすると200ショットがあるということがわかります。で、まあ、あの、もちろんたまにもうこのショットとこのショットしか欲しくないっていう手作業のセレクションも行いたい場合はあるかと思うんですけれども、まあその場合はですね、このボタンを押せば、えっ、ー、と、まあセレクトショットっていう ここでショットを選択することができます。で、まあ、ご覧のように3つのショットがありました。まあ、ここも3つっていうショットパスで選択ができます。で、次はもっと面白い、もうちょっと面白いパターンになるんですけれども、まあ、例えばこう、アセットがあった場合ですね。アセット、アセットがあって、で、まあ、このアセットはローバー、プロップのローバープロップですね。これを、ね、クックするとですね、あの、この2つのバリエーションが、 えー、まあ、ワークアイテムになります二つになったんですね。で、それを、えー、と、このゲットショットに刺せば、あの、この二つのアセットたちが入っているショットが見つかります。まあ、今、四つのショットがあるっていう形です。で、まあ、その逆のパターンも、えー、可能ですね。まあ、ショットから、まあ、このショットたちにどんなアセットが入っているかっていう、まあ、ノードを逆につなげればいけます。 でですね、まあ、あの、アセットと、まあ、ショットっていうのは割と、まあ、哲学的な存在なんですけれども、まあ、具体的に、まあ、扱うものは、まあ、データになりますので、で、まあ、各ショット、まあ、各アセットは様々なデータがパブリッシュ、えー、されることが、ええーまあ、多いですね。で、まあ、あえー、その、パブリッシュデータの、えー、詳細を引っ張るノードは、ゲットパブリッシュデータになります。で、まあ、この、まあ、一つのショットでも、あの、すごい多くの、えー、データの、 あの、項目があります。まあ、どんなデータか、ちょっとあの、アトリビュートを見てみましょう。まあ、まずですね、パブリッシュ情報ですね。まあ、どこにパブリッシュされたかとか、え、パブリッシュ、まあ、インフォっていう、その、パブリッシュをどういう風に行ったかとか、えっ、ー、と、まあ、その、バージョンとかですね。まあ、あと、一体このデータ、のどんなデータかっていう、まあ、今回は音声データになります。で、まあ、この時点で、ま、尺とか、尺とかわかるようになります。 はい。でですね、まあ、またすべてのデータをなんとか選択するっていうことは、あの、まあ、あんまないかもしれないので、あの、まあ、どっかも、あの、決まったタイプのデータが欲しいですね。で、まあ、その場合は、あの、get publish data また同じようなインターフェースを使って、まあ、アニメーションとかですね、アニメーションが欲しいっていうことが、えっ、ー、と、まあ、設定することができます。で、そうする、まあ、そうしたらクックするとですね、 ここは4つありますけれども、ここは2つしかないっていうで。それはどういう意味かというと、まだ2つのショットはアニメーションのデータはパブリッシュされていませんっていう、まだ、まだそのワークアイテムが存在しないっていうことになっています。で、もう1つのこの、こう、チェックボックスがありますけれども、これは何だかと言いますと、まあ、データってまあ、こう、どん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 パブリッシュされる時にバージョンが上がって、あの、パブリッシュされるんですけれども、まあ、これは最新のバージョンのみっていう、あの、 オプションになります。ま、これ外すと、あの、すべてのパブリッシュされた1個のショットのすべてのバージョンは引っ張ることができます。でですね、ま、今まで、あの、ある意味で、ま、データ調査を行っていましたけれども、ま、最初のセットアップですね、あの、どのショットに対して、どのアセットに対して、ま、どのデータに対して、ま、何かを行うかっていう、ま、セットアップになりましたけれども、ま、実際、ま、あ何かしたいですね。ま、何か仕事を行いたい。 え、ことが、ま、多分多いかと思うんですけれども、で、それは、ま、え、コマンドチェーンを使う形に、ま、なるのではないかなというふうに思います。で、まあ、あの、ストックノードですね。えー、フーディンと納品される、え、コマンドチェーンは次の通りがあります。ま、マヤコマンドチェーンとか、ニュークとか、まあ、フーディニエンジンもちろんありますし、で、ま、ショットガンとかもあります。でですね。 ま、環境変数、環境変数の管理についてちょっとえ解説いたします。で、えー、あの、ま、会社さんによってですね、会社さんの中でも、プロジェクトによって、ソフトによって、環境変数が違ったりしますね。あのー、で、弊社だと、あの、こういった、ま、PPI ランチャーっていうツールを使ってですね、あのー、環境変数の管理を行っていますけれども、まあ、左はプロジェクトですね。 プロジェクトで、で、右は、えっ、ー、と、ソフトで。ソフトのバージョンとかによって環境変数が違います。で、もちろん、あの、パイロット PDG で同じように、まあ、ソフトを起動することになった場合は、その、まあ、ランチャーとかプロジェクトとみんな起動してる、全く同じ起動の仕方しなければなりません。で、まあ、それは、まあ、えっ、ー、と、PPI ランチャーを、えー、まあ、真似している、えー、イニットアップっていうノードがあります。 で、まあ、インターフェースは、まあ、非常に簡単な感じで、ええー、と、まあ。 ソフトを選んで、で、ここ、あの、バージョンを設定することができます。で、バージョンはここ何も入っていなければ、えっ、ー、と、そうですね。まあ、プロジェクトのデフォルトのバージョンになります。で、まあ、これをクックしますと、まあ、アトリビュート見れば、まあ、ここちょっと、あの、ご覧いただけないんですけれども、あの、まあ、あの、ワークアイテムのアトリビュートが、えー、環境変数として、えー、まあ、登録されるんですね。で、なんでこれ環境変数かっていうと、まあ、この exported っていうフラグがある、あった場合は、 えっと、文字列のアトリビュートは環境変数として認識されるっていう形になっています。でですね、あの、ま、あ今までですね、こう、ちょっとま、あこの情報を集めてですね、情報を集めても何に対して、えぇ、ー、まあ、仕事を行いたいかっていう。 形で、で、今回はまあ仕事を行います。何かをやります。で、まあ、デフォルトですと、まあ、コマンドセンドというノードがありまして、で、まあ、この中で、まあ、アーティストさんに、こう、ちょっとスクリプトを書いてもらうっていう形になりますけど、まあ、現実的に割と大変なことですね。まあ、富に慣れた、あの、方だったら大したもんじゃないかもしれないですけど、なかなかですね、あの、富人に使ったことがなくて、じゃあ、ここスクリプト書けっていう、もう、あの、 まあ、なかなか大変な話になります。なんで、まあ、ここも、ちょっと、あまりそういった、あの、コーディングとか Python 出さないような、えー、ツールが必要となります。で、まあ、弊社では、えっ、ー、と、まあ、マイコマンドチェーンと一緒に使うノードはいくつか用意してまして、まあ、これはすべてじゃないですけど、まだ、あの、どん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 ,どん出していますが、えー、ちょっと、一個ずつ、えー、ご紹介できればと思います。 まあ、まずオープンファイルですね。まあ、ファイル開かなければ何もならないっていう状態なので、まあ、ここは、まあ、割と、何も大したことじゃないですね。もうただ、前のファイルを開きます。で、次は、ニューファイル。新しい、新しくシーンを作るっていう感じで、意外とですね、意外とこう、設定が多いじゃないですか。設定が多くて。で、まあ、インポートファイル。インポートファイル、まあ、ネームスペースとか、あの、リファレンスはどうするかとか、そういった、あのことが、設定することができます。 でも、この時点で何かしら、まあ、その、弱いのテーマが、あの、お気づきの方が、まあ、いらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、どっちかというと、まあ、それぞれのマヤオペレーションのマヤの、え、オプションボックスのインターフェースのままを、え、パクリさせていただいております。そうですね。もう、だから、マヤ、え、慣れた。 あの、アーティストさんとか、まあ、ユーザーさんですね。あのー、これを見れば、あ、なるほどっていう感じになるように、まあ、それは、ま、大事なポイントになっています。で、まあ、ネームスペース、このインターフェースはちょっと違いますけれども、まあ、でも、基本、ま、一緒っていう形で、えー、一緒っていう形になります。で、まあ、他のノード、えー、ご紹介しますと、えー、まあ、リファレンスを作るとか、あの、もちろん、アレンビックをエクスポートするっていうの、これは、もう、 毎回紹介して、<laughs> しているノードなんですけれども、まあ、あと、ASS を書き出す、まあ、そのアーノルドですね。アーノルドの、えー、プロクシファイル。あとは、まあ、マテリアルとかですね。マテリアルとか、えー、と、アサイン,インフォ、その、各マテリアルはどこの、どこのメッシュに、どこのフェイスにアサインされているかという情報も書き出すことが可能です。 で、まあ、あと、ライトですね。ライトも、こう、ま、ジェイソンファイルとして書き出して、で、まあ、ライトはアニメーションされている可能性はあるので、これも、あの、ちゃんと、ま、尺を取って、あの、アニメーション書き出すことは可能ですね。で、次は、ま、アレンビックをインポートするっていう、今回は、ま、往復ですね。まあ、冬日に、えー、なんでしょう、前から最初、ま、アレンビックを書き出して、マテリアルを書き出して、で、冬日に持ってきて何かしら、こう、エフェクトを作った場合は、また前に戻したい、え時、ー、があった場合ですね。 まあ、アレンビックをインポートするとか。で、まあ、こういった、あの、マテリアルも再アサインする必要があったりするので、まあ、このノードによって、まあ、さっきのその、エクスポートマテリアル、アサイン情報を読み込んで、ここを再アサインすることができます。で、まあ、あとは、まあ、アンドスタンドインとか、フーディニから、まあ、もし、フーディニからでも、マヤからでも、あの、ACS を書き出して、それは、まあ、スタンドインとして、まあ、なんかインスタンスされるとか、いろんな、こう、プロシジュアル的なことができます。 で、まあ、ボリュームとかもできますし、あと、これはもう少し、あの、複雑目のノードになりますけれども、これは、まあ、プロシージャル的に、まあ、レンダレイヤーを作るっていうノードになりますけれども、まあ、どういう感じかというと、まあ、レンダレイヤーの名前ですね。で、ここは、まあ、アセット、アセットのこういったパターンマッチング、まあ、キャラクターとか、あの、動物はキャラクターに入って、で、BG のレイヤーはマットになって、で、まあ、BG のレイヤーを作って、ここは、あのー、 えー、動物とキャラクター以外のすべてのアセットですね。で、ファントムはキャラクターにしますとか、そういったまあ設定は、で、まあ、いくつかここプレセットがあるので、えー、することができます。はい。 で、まあ、最後になりますけれども、そういった、まあ、メッシュのプロパティを、えー、調整するノードになりますが、まあ、今回もアノールドプロパティズを紹介してます。まあ、他のレンダーラもサポートしていまして、で、まあ、これは、まあ、どういった感じまあ、各シェイプ、メッシュは、まあ、こういったプライマリービジビリティとか、キャストシャ,ドシャドウとか、あのー、そういったメッシュのオプション、あの、アトリビュートがあるんですけれども、まあ、どれをセットするか、どれをセットしないかっていう、あの、オプションもありまして、あと、レンダーレイヤーもサポートしてますので、 あの、まあ、ここ、レンダーレイヤーを設定すれば、ええー、と、まあ、こういった、まあ、設定は、ま、オーバーライド、そのレイヤーのオーバーライドになります。で、まあ、どのノード、これ、すべてのノードとか、このアセットも選択することができますね。はい。で、次いきます。まあ、こういった、まあ、あの、ノードを使ってですね、あの、割と、ま、簡単にネットワークを組めます。で、ま、あ もう一回、こう、ちょっと軽く、えー、まとめますと、まあ、プロジェクトの情報を引っ張って、まあ、アセットを引っ張って、そのアセットが入っているショット、見つけて、で、そのショットの中でどれがアニメーションパブリッシュされているかっていう、まあ、二つしかないですけども、その二つに対して、まあ、ま、マヤをイニットして、で、今回はこのマヤを起動して、ファイルを開いて、アリンビックを読み込んで、マテリアルをアサインして、で、どっか、あの別名で、え、ファイルを保存する、え、ことができます。まあ、割と、 まあ、シンプルな感じですけれども。で、まあ、まあできれば、あの、入クももちろんできるっていう感じになりますので、え、ちょっとまあ、入クのノードもいくつか用意してまして、まあ、全部は紹介できないんですけれども、こう、ちょっと、え、3つのノードだけお見せしたいと思います。で、まあ、まずオープンファイルですね。まあ、入クのファイルを開くっていうで、 まあ、ここは基本普通なんですけれども、ただし、まあ、このオプションがあります。まあ、最新のバージョンを開くっていう。もし、ここは、あの、もう直接バージョン001とかのニュークスクリプトがあった場合は、まあ、あの、隣のファイルを見て、まあ、最新、もっと新しい上のバージョンがあれば、それを開くっていう、あの、オプションがあります。 で、次は、ま、フテージマネージャー、ちょっとまた若干複雑なノードになるんですけれども、これはどういった感じか。まあ、あの、フテージを入力の中で読み込みと書き出しのフテージの管理をしています。で、まあ、ちょっとこういったまあオペレーションを追加したりすることができますけれども、まあ、まずオペレーション0については、すべてのリードノードですね。すべてのリードノードの、どうするあの、バージョンの最新の、あの、バージョン、 最新のバージョンの素材を読み込み直してくれるっていう感じになります。で、まあ、どこで探すか、同じフォルダ、ノードと同じフォルダで探すのか、まあ、別のこの違うパスで探すとか、もし、あの、あの、まあ、外注さんとか、あの、入力いただいて、まあ、こういった、まあ、リパス、あの、パス読み込み直しすることもできます。で、次はオペレーション1はですね、すべてのライトノードは、まあ、どうしますかというと、新しい、まだ存在していないバージョンを作ります。まあ、そのパスを。 あの、設定し直して、で、まあ、最後はですね、スクリプトを保存します。そのファイル、ニュークファイルを保存します。で、まあ、ここも、割と、え、え、いいオプションがあるんですけれども、まあ、ここはバージョン001っていう、まあ、あの、プロシージャルじゃない設定になってまして、まあ、ここも新しいバージョン。これ毎回起動するときに、え、毎回新しいバージョンがき、あの、保存されるっていう形になります。 で、まあ、これを組めますとですね、また同じように、えー、ここをセットアップして、で、ここ、今回は、まあ、ニュークですね。ニュークをイニットして、で、また、まあ、ファイル開いて、フテージを読み込み直して、あの、ライトノードをアップデートして、で、ファイルを保存するっていう感じになります。で、最後は、えっと、えー、レンダーを行うっていう別のノードになります。で、こう、ちょっと、あの、もうなんでここと、えー、こ、これを分けるかっていう、あの、ことについて、軽く、 説明しますとですね。あの、ま、ニュークの場合は、この処理って非常に、ま、軽いんですよ。軽くて、ここは逆に、まあ、まあ、スクリプトに入れますけれども、ま、ちょっと時間かかることがあるので、ま、基本、ま、軽い、あの、処理と重い処理を分けた方がよくて、で、ま、エラー発生しやすいっていうのは、この時点ですね。だから、これまとめちゃうとですね。まとめちゃうと、ま、レンダリングの最中にエラーが発生した場合ですね。あの、ま、コストが非常に、ま、高くなってしまうので、 あの、まあ、この軽い操作が、まあ、処理が軽い時点でエラー見つかったら、ま、レンダーは、あの、無事に行うことが、ま、多いんじゃないかなっていう、ことです。で、まあ、もう一つのメリットなんですけれども、あの、このノードは必ずしも、あの、ニューコマンドチェーンと一緒に使わなくてもいいので、もうただ、あの、どっか、 ニュークファイルがあった場合は、なんかファイルパターンでそれを探して、レンダリングすることができます。で、まあ、ちょっとインターフェースを見てみますと、まあ、スクリプトを開いて、まあ、どのライトノードを、あの、こう設定したライトノードか、まぁすべてのライトノード、あの、レンダリングするかとかでも、まあ、あと尺ですね。で、ここはまあスタートエンドインクっていうデフォルトになってますけども、ここエクスプレッションで、 あの、まあ、さっき、パブリッシュデータから引っ張るアトリビュートをデフォルトになってますけれども、まあ、ここ、ライトノードとか、あの、スクリプトの、えー、グローバル設定を使ってレンダリングすることができます。はい。で、えちょっとユーザビリティの面になりますけれども、あの、特にま、フーディリニーを使ったことない、使ったことがないユーザーさんですと、 あの、まあ、こう、私を見て、なんか、ポポって、ま、簡単そうに見えるかもしれないんですけど、まあ、慣れてないとなかなか、こう、どれをどこに、あの、つなげればいいかっていうのが、なかなか分かりづらく、あの、なってくることが、まあ、あるかもしれないので、まあ、そのためにはですね、あの、ま、ポリゴンで言うと、こういった、ま、ハッピーシリーズっていう、あの、セルフディストラクトアセットをいくつか、ま、用意しています。で、まあ、 ノード、まあ、ノードはデジタルアセットになって作った時点で、あの、extract context いうコマンドが行っていって、まあ、こういった、ま、プリセットは、えー、作ることができます。で、まあ、このプリセットについて、まあ、この、今回は、ハッピーアレンビックパブリッシングっていう、あの、やつになるんですけれども、まあ、これはなんだかというと、まあ、ポリゴンでは、あの、こう、アレンビックをパブリッシュするような、PP、I、アレンビックパブリッシャーというスタンダドのツールがあるんですけれども、まあ、 こういったノードは、あの、その p p i アリンピックパブリッシャーの PDG のラッパーノードになります。まあ、全く同じ裏の、うん、あの、API を使って、まあ、あの、ハッピーアリンピック、あの、アリンピックパブリッシャーを、えー、起動して、えー、行います。で、これは、ま、どういったメリットがあるかというと、まあ、複数の、あの、プロシジュアルでセレク選択したショットに対して行う、あの、行うこともできますし、あと、ま、デッドラインにも簡単に、ま、サビットすることができます。 で、まあもちろん、あの、そういった、まあノードの中で、えー、デジタルアセットの中でやった場合は、まあ、あの、えー、こういったヒントの指摘ノートとかも作ることができるので、割とまあ使ったことがなくても、まあ最初こういったプリセットから入れば、えー、割とまあ簡単に、えー、PDG を使うことができるという。 形になります。で、まあ特徴について少し、えー、まとめ、まとめますと、まあこういった感じになるんじゃないかなというふうに思いますが、ま,あ、まずまあコアな技術には人形費がかからない。まあコアな技術っていうか、そのディペンデンシー管理とかですね。ディペンデンシー管理とか、まぁ、あ、UI とか、あの、そのノードのつなげ方とか、まあそれは全部まあサイデフェクトさんやってくれてるので、そこは逆にまあ何も、えー、えーえー、コストがかからないということで、で、まあどっちか ととまあ、ノードを作るっていう、AGA を作るっていう、そんな大変なことじゃないので、割とコストの面で、開発のコストの面で割とメリットがあるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、あとはプロシージャルパイプラインですね。まあ、あの、まあ、皆さん、ソップとか使って、まあ、いろんなそういったプロシージャルのセットアップを組んだりするんですけど、PDG だと、あの、 ジオメテリーに対してじゃなくて、もうそういった現実世界のオブジェクトを扱って、同じようにプロシジャル的なネットワークを組むことができます。で、まあ、またこれは全般不倫のメリットになるんですけれども、1ショット1つのデータのことについて、あの、何かしらのセットアップを組めば、50ショットというのは何ショットでも似たようなものがあれば、まあ、あの、 んでしょうマシンパワーはかかりますけれども、あの、こう、人間時間という人の時間はかかる、ほとんどかからないっていう、あの、ことは、まあ、あの、非常にメリットだなというふうに思います。で、まあ、あと、まあ、ツールを作るハードルだいぶ低くなります。まあ、フューディにで HDA を組むときって、まあ、割と、まあ、インターフェースもすごいか、すぐ、あの、すごく簡単に作れるし、別にコアな、あの、こういったライブラリノードがあればですね、 あの、誰でもデジタルアセットを組めるようになるので、まあ、アーティスト側は、あの、自由にパイプライン扱えるっていう、あの、メリットは、まあ、非常に、え望ましいことじゃないかなと思いますね。まあ、あとは、まあ、ィンのパワーですね。フィンのパワーをアニメーターさんとかライターさんとかのそばに持ってくれるという形になります。まあ、自分でこうデジタルアセットを作ったとしても、まあ、ライセンスがなかったりとか、ああ、ィン起動できないとか、なんかそういった、あのー、 そうだなったりするんですけれども、パイロット PDG、PDG のようなあのツールを作れば、あの、なんでしょう、もうライセンスで不入にバッチングしているとかも、あの、そういったことが、まあ、なくなってくるので、あの、結構メリットなのではないかというふうに思います。 で、まあ今後について、また少し、えー、お話しできればと思うんですけれども、まあその前のオペレーション、まず、あの、さらに、まあノード化するっていう、まだ、プレイブラストとかレンダー周りはまだ、ノードとして作ってないんですけれども、それは、まあ作るつもりです。で、まあ次は、まあニュークは一部できてますけれども、まあフューディーにコマンドチェーンのような HDM を、えー、え作りたいと思います。で、まあそれから、えぇと、ショットガンの、ショットガンの、まあより深い連携、 えですね。まあ一応ショットガンのコマンドチェーンとかショットガンのようなノードがありますけれども、あのまあ弊社の作業文化に合わせたまあショットガンのやりとり、やりやすい感じで、まあそういったツールはえー作ればなと思います。で、まあ、あと、ロップのですね、ステージマネージャーのような、ちょっとえパイサイドを使ってこういったインターフェースですね。まあ、あのアセットとかショットとかデータのブラウザーノードをえー作りたい。 なっていう、まあ、予定があります。で、まあ、もちろん、まあ、ま、えー、今後の話になりますけれども、まあ、USD のソれあリストへ乗り換えの、まあ、こう、実現は初の一歩になる、じゃないかなというふうに思います。まあ、その USD に乗り換えることに、あたってですね、あの、ま、様々なのデータ変換とか、あっちこっちをこう、動かさなきゃいけない、まあ、どういう構成にするかとか、こう、自由、データの、あの、自由に扱えなければならないっていう、あの、ことにはなる、 え、かと思うので、まあ、そういう必要性が出るかと思うんですけれども、まあ、あの PDG を使って割とプロジェクトの構造を途中でまあ変えることも、あの、簡単にできちゃうじゃないかなっていう感じになります。で、まあ、以上になります。ご清聴ありがとうございました。